岡部和則は、日本の国土交通議官、国土交通省大臣官房審議官や、国土交通省北海道開発局長、国土交通省北海道局長等を歴任した。北海道釧路市出身、北海道札幌北高等学校を経て、1980年、北海道大学工学部土木工学科卒業、北海道開発庁入庁。 1992年北海道開発局、帯広開発建設部地水課長。1995年北海道開発局、石狩川開発建設部地と瀬川放水路、建設事務所長。1997年北海道開発局、建設部河川計画課流域対策官2000年北海道開発局建設部河川、計画課河川企画官 2001年国土交通省北海道開発局建設部河川計画課河川企画館2002年国土交通省北海道局水政課企画館2004年国土交通省北海道開発局事業新興部都市住宅課長2005年国土交通省北海道局3時間付企画調整館2007年国土交通省北海道開発局 建設部課線計画課長。2009年国土交通省北海道局、水星課長。2012年国土交通省北海道開発局、釧路開発建設部長。2013年国土交通省大臣、官房審議官。2014年国土交通省北海道、開発局長。2015年国土交通省北海道局長。 2016年に退官後、北海道河川財団理事長や、北海道ファシリティマネジメント協会副会長等を歴任した。2021年北海道河川財団会長、ありがとうございます。